はい、ジェットチャンネルです。ちゃんみかです。こんにちは。こんにちは。1月ももう終わるね。あっという間ですね。ね、早かったね。オートサロンがだいぶ前のことのようだね。うん、もうお昔ですね、ね、今思うと。来年に向けて準備を始めようや。ぼちぼち動きましょう、ね、うん。はい、で、今日は、はい、何をするかというと、はい、ちょうどね、うちに今マスタングとカマロがねあるんよ。これってね、アメ車のクーペマッスルカーを買うときに、はい、よく比較に出る2台じゃん。うん、そうですね、人気な2台、ね、でこれを買うっていう人はだいたい雑誌とか何かを見てこの2台がかっこいいな、どっちにしようって考えてるわけじゃん、はい、その外装の比較ってよくね、いろんな何でもできるけど、うん、内装をなんかこう比較して見ることってあんまないと思うよね、うん、じっくりっていうのは、ね、あんまりなんでちょうどいいんで、はい、この2台の内装の比較をしましょう。でそれを見て、あ、カマロってこんなんなんかとかね、うん、見てもらって、うん、どっちがいいかの検討材料にしてもらえたらと思います、はいはい、ぜひお願いします。それで、ジェットシティで買ってもらえたらと思います。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、行ってみよう。 Any other large duty free bag is placed up in the overhead compartment.はい、じゃあ早速マスタングに、はい、来ました。乗りました、はい、こんな感じです。はい、意外と外から見るよりは中はキュッとした感じに、うん、そうだね、うん、まあ、ハンドルとかもね、こんな、うん、かっこいい。うわ、ちょっともう暗いね。じゃあ、はい、こんな感じです、うん、こんな感じです。ここエアコンね、うん、でこれの色を、あ、こうやってね、馬の色です。シンボルじゃないですか、うん、シンボルよ、かっこいい、ね、でこのシルバーの部分をここ、はい、ブラッシュ色のね、ちょっと目がある感じになったんだけど、はい、これの色を塗ったりとかね、うん、するっていうのもまたおしゃれな、いいですね、ね、感じです。でスイッチ類がこの、うん、ね、ちょっと飛行機のコックピットみたいな、なんかいっぱいあるけんちょっと素人には難しそうね。そうやって上に上げたり下に下げたりする、かっちょいい。あ、それハザード、ね、ここにハザードあるんだ、かっこいいじゃろ、すげえ。でエンジンかけるのがその丸いのね。ちょっとそれを一回押してみよう、はい、これでアクセサリーです。でライトをちょっとオンにしてみて、はい、いきます、はい、でこのメーターとかライトアップされましたよ、ね、ドアノブとかね、うん、これも光ります。いいですね。あ、ここも光るんですね、こういうドリンクのとことか。そうそうそう、足元も。そうなんや、ちょっと分かりにくいけど、ね、これね、最大のね、はい、俺、あ、これはいいなと思ったのがね、はい、これ今青に光ってる部分あるじゃん、はい、メーターとか足元とかこのカップホルダーとか、うん、あります、ね、ドアの奥とか、うん、これね色が変えれるんよ。なんと着せ替え的な。そうそうそう、嘘、どうやるんですか。自分の好きな色にね、え、やりた、変えれます。じゃあちょっとやろうや、はい、ちょっと顔すごいアップよ。はい、行くよ、はい、あ、ここで操作。そうだ、ね、ちょっと待ってよ、はい、ちょっと時間かかります。はい、もたもたします。はい、じゃあメーターの色変えるよ。はい、お願いします。お、わあ、すごい、ね、あ、
すごいかわいい。おしゃれ。いいですね。好きな色で。うん。でここもだし。はい。このドアノブね、付け替えるよ。うん、はい。うわあ、買った買った買った。うわあ、すごーい。ちょっとした気分転換にぴったり。これに合わせてここのカップホルダーとか足元の色も変えれる。おしゃれ。これがね純正でついたんよ。すごーい。いいよね。おしゃれよ。そのグレードでいい。いやいやじゃないじゃない。もうどのグレードでも。そうなんですか。この方のマスタングはまあ全部これがついてる。すげえ、知らんかった。すげえじゃろ。これ知らない人もいるんじゃないですか。いや乗っとる人は知っとるよ。そうそう、乗ってない人は知らんだろうね。うん、だけど買ってみて、わこんな機能があるんちゃって、うん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 、でこのねモニターも、はい、あれなんや、ね、なんていうんかいね、あごめんねいいよ、いいモニターなんだ、うん、なんかいいね。何ですかちょっとね、おじさんはね分からなくなるんよ、こういう難しいなんかあるじゃん、機能ナビみたいな。そう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 、アンドロイドナビ的な、うん、普通の純正のまんまだったらカープレイしかついてないんだけど、はい、携帯のナビが連動するやつね、うん、これにあのね、あれよね、分かる、なんていうんかいね、Wi-Fi? 違うの、はい、データが、あアンテナのやつね、あれつけて Fire Sticks TV とかがつけれるのよ。うそ、ほんとそういうオプションの社外品だけど、はい、ある。それをつけてしまえばこのモニターで YouTube とか、そういうのが見れるようになる。まあアマプラとかね。あれのこと、あのテスラナビのこと、あじゃないじゃない、Wi-Fi 環境さえあれば、あのこのモニターで見れるようになる。うちいいですね。携帯でテザリングして飛ばすとか、あのカロッツェリアとかで出とる、うん、あの Wi-Fi のルーターみたいなやつ、車用の、うんうんうん、あれをつけてしまえば、うん、Fire Stick TV が車で使えるようになります。じゃあ車の中で Z チャンネルが見られる。あ見れるよ。ハイテクね、かっこいいよね。かっこいい。この内装はね俺ねかっこいいのと思う。ちょっとこうガチャガチャっとした感じが逆に、そうだね、かっこいいです、ね、アメ車っぽくないというか、うん、ちょっと日本車テイストなね、うんうん、そんな気がした。光がねいっぱい、このハンドルなんかもね、うん、派手な、かっこいい。これは何光るの。あそれは車外なんで今さ触れんといてほしかったね。はいはい、そんな感じです。はい、リアシートも座ってみる。そうですね、はい、ちょっと座ったことないので、じゃあリア座りましょう。はい、はい、はい、後ろに来ました。はい、どう、もうどうって聞くまでもないんじゃけど、ここ映るかな、あの膝がシートに当たってる状況なんですけど、この膝でもうキュキュって感じです。ちょっと映像では分からんけど、はい、まあ狭いってことね、うん、このもうお子様だったら、ああそうだね、そうだね、狭いよ一言で言えば狭いです、うん、もう本当にね緊急用のシート、うん、と思った方がいいと思う、うんうんうん、ね、そのシートの形もあるんだと思うよ。背もたれの部分がちょっとモコッとなっとったりとか ね、もうちょっと後ろに取れるような形、あと、はい、フォールド性がある、うん、座面になっとるんで、ちょっとこうへこんでる感じ。そうなんよ。ちょっとスポット、そう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 。
カーブとかね走り寄る時にはいいんだろうけど、うん、ただ座って見るだけにしたらちょっと狭いかもね、うん、まあ、今前の席を普通に運転できるぐらいの広さ取っとるけ余計後ろがね圧迫しとるんだろうけど、うん、まあ、運転席もうちょっと狭めればね、うん、もうちょっとは取れるかもね。ただまあもうちょっとよ、まあ、長距離はちょっとまあ難しいと思います。じゃあ美香さん身長は154センチの人で狭いと思うぐらいだけ、うん、俺身長180センチ、無理無理、うん、絶対無理だし天井に頭が確実に当たります。ちょっとこうやったらもう当たるんで、まあ、座高高いもんね、うん、はい、ちょっと狭そうだね。見とってももう狭そうだもん。ちょっと窮屈っぽいですか、ね、うん、ちょっとねかわいそうな気分になってくる。閉じ込めとる気分になってくる。まあでもまあ、うん、小柄な女子とか、まあまあまあ、ね、子供ならね全然、うん、あと荷物を乗せるとか、うんうんうん、そういう用途ですね、まあ、が横向いて乗るか、うん、まあ、基本2人乗りと思った方がいいだろうね、うんうん、そう思います、うん、あ、でさっき言わせたんだけど、はい、このシート白いじゃん、はい、色がね、これは純正なんよ、うん、純正というかオプション、うん、でこういうカラーデザイン、カラーバリエーションがあって、へー、オプションの有料のシートです。なんかちょっと白いっていうので若干広く見える、うん、あ、そうだね、作用あるかもしれないね、うん、まあ、でも真っ黒のシートよりおしゃれで、うんうんうん、ね、いいよね、かわいいです、かわいいよね、はい、うん、そういうねオプションもね本国だったらある、うん、赤とかもね、へー、あるね、かっこいいよね、いいですね。ここ白するならドアのこの辺も白にしてくれなかったよね。ああ確かに気が利かんよね。あ、これでね、カマロとのね、後でカマロ見るけど、はい、カマロとね一個ね大きな違い差があってね、マスタングはね、はい、この背もたれのリクライニングが手動です。手動でさね、レバーだったじゃろ、はい、カマロはあのパワー、完全なパワーシートなんで、うん、あのボタンであの前後と背もたれと上下高さの調整が効くけど、マスタングはシートの高さの調節と前後はパワーシートなんよ、うんうんうん、謎に背もたれだけね、うん、レバーなんよ。なんでなの、わからんなよそういう差もあります、はいはい、じゃあ次はカマロ見てみようか、はい、はい、やってみたい、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、行ってみよう、はい、カマロにやってきました。はい、乗車しました。はい、どうですか乗った感じ、ファーストインプレッションはどうですか。シンプル、あ、うん、って思いました。まさにね、こんな感じです、うん、さっきの見とる喧嘩余計にこう思いましたね、ちょっと。そうね、シンプルだね、うん、まあ、よく言えばシンプルね、まあ、悪く言えば雑というか、まあアメ車よ、うんうんうん、まあアメ車だねっていう感じではあるね。好きです、うん、まあ俺も嫌いではないよ。俺ね、どっちかというとカマロの内装は好きなんだけど、うん、まあまあ紹介していきましょう。はい、行きましょう。この白い部分ね、まず、はい、これはね純正ではないよ。前のオーナーさんがね、はい、張り替えとる革をね。そうなんだ。そうなんよ、エアコンの上のところ、ここら辺、そうそうそう、その辺は本当はねグレーのパネルなんよ。へー、シルバーというかグレーというか、でこの横のここもグレーなんよ、はい、なんか全然想像つかない本当はね。でそれの下ルーバーの周りね、はい、そこは普通に、うん、普通に黒い革なんよ、このダッシュボードと同じね。あ、そうだったんですね。そうなんよ。でこのオーディオのパネルとか、はい、センターパネルとか、うん、これらも全部黒なんよ。あ、シルバーか、ここは純正だったらね。それはかっ、それですかっこよさそうですね。そうね、うん、うん、なんよ。ただねこれ俺一個ね嫌なところがあるよね。何ですか。カマロの内装は好きなんだけど、はい、これね車外のオーディオがついとんだけど、うん、この車外のオーディオをつけるために、はい、純正のこのパネルを外すわけだよね、うん、でこれをつけた、このパネルをつけとるんよ、はい、でボタンがいっぱいあるじゃん、うん、いっぱいいろんな、ね、温度とかロックとか風量とかですかね。これがエアコンのパネルなんだけど、はい、純正はこれがね、はい、ここにこれぐらいのダイヤルがね、うん、こっちとこっちと、あ、
2個2個こうつまみが大きいのがついてる。へー。でこのボタンはついてないんだけど、はい、それがねかっこいいのよ、カマドの内装って。なるほど、ね、それを殺してこの車外のナビをつけてるわけ。まあ車外のナビつけてる人はだいたいこのパネルをつけてるんだけど、うん、俺このパネルがねどうしても嫌いなんよ。なんかわからんでもないです。そうだろ、うん、なんかねかっこいいか悪いかはまあ好みだろうけど俺は好きではない、うん、っていうのもね、そのダイヤルがここにあるね、はいはい、光るんよ、赤っぽく。あ、光るダイヤル。そうね、それがねかっこいいんよ。すげえ、そうかった。なんだけど、はい、車外のデッキをつけるとそれを殺してこれになってしまう。あらら。俺が昔この方のカマロ乗っとる時に、はい、車外のナビをつけたいけどこれになるのがどうしても嫌でねほんまに嫌でね、はい、で純正のまま乗っとったんよ。うーん、これでねもうアメリカでね、はい、探しに探していろんな人に聞いたらねアメリカにあったんよその部品。その純正のダイヤルを生かしたまんま、はい、この車外のナビを入れるっていうね、すごーキットがあったんよ。まさにじゃあ社長の探していたアイテム。そう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 、絶対でもねみんなねあっちの方がいいと思ってると思う。うん、で俺はじゃあそれをつけとったんだけど、うん、でそれ以降うちでカマロの純正デッキを外して、はい、こうやって車外品をつけるときはアメリカからその部品を取り寄せて、うん、それでつけるようにしとる、うん、の方がねかっこいいと思う、うんうん、です、はいはい、で俺結構ねカマロはね俺詳しくてね、うんうん、このハンドル、まずねハンドル、これ後期のハンドルだ、ね、はい、前期はそのシボレーのマークあるじゃん、はい、そこのホーンパッドの部分がまん丸なの。こういうこと。そうそうそう、そうなんだ。後期はこういうちょっと四角というか、うん、台形なんだね、うん、とかね。前期はねこの縫い目がない。そんなとこまで違うんだ。そうね、前期はここねつるっとしたわけ。後期からこの縫い目がすごい、ね、マニアック。マニアックよ、カマロはマニアックよ、うん、でもこれはね後期のハンドルついて、はい、後期のダッシュパネルだけど、はい、これ後期じゃない。うん、後期はヘッドライトも違うし、ボンネットも違うし、バンパーも違うし、はい、ブレーキランプも違う。これその辺の外板は全部前期で、中だけが後期になってるっていう、1年か2年か忘れたけどだけ作られてるね、はい、すごい珍しいその前期と後期の変わり目の中期になるやつ。すごい、レア車じゃないですか。そうなの。でも中期は中期でちゃんと中期がおって、ブレーキランプが違うのがおるよね、うん、でもこれブレーキランプは前期のブレーキランプついてるけ、中期の前期や。すげえ、わかる、中の上みたいなこと。違うよ、1から5まであって1が前期、5が後期だったら2よこれ、うん、3が中期だったらね、うん、なるほどなるほどっていう進化の過程の段階ってことですね。そう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 、なるです。はい、はい、じゃあ次はね、はい、エンジンかけようか。はい、よいしょ、はい、これはカマロはねプッシュスタートではないんで鍵です。回します。はい、かかりました。はい、あったかい、あったかい、はい、でこのメーターね、うん、このメーターかっこいいよね。いいですね、なんかこう奥まってるような感じ、ね、これはね6級カマロのオマージュ。かっこいい、かっこいい。ね、マスタングみたいにスイッチとかがあってきらびやかではないんだけど、もうこれも6級カマロのオマージュで、うん、4連メーターね、これかっこいい、うん、かっこいい、かっこいい、好きです、ね、私も。これがないのには乗りたくないって思うぐらい俺はかっこいいと思っとる、うん、わかります。でもねこれグレードによってはこれついてない。あ、でこれ後からつけようと思うと 2,30 万かかる。大ごとじゃあ。そうな、ない場合はここ小物入れになったんだけど、これがいいです絶対、ね、そうなんや、意味はないけどあるとかっこいいやつ、うん、だけ、ね、カマロかっこいいなと思って買う人は絶対これがあるのを買った方がいいですよ、うんうん、おすすめします、おすすめします、はい、でシフトなんかもねちょっと殺風景よね、うんうん、シンプル本当に、そうそうそう、こうまっすぐガチャッとやるだけの。でね、あとはこのドアのここが、ね、光るんよ。あ、それちょっとかっこいいなと思ってて、これ純正でね光る。あ、純正なんだ、しかも。そうそうそう、そうなんだ。
ただね、マッサングみたいに色を変えたりとか、うん、そういうのはできるので、まあでもいい色だし、まあね、かっこいいよこれって。この、うん、ここと同じ。あ、そう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 、メーターとね同じ色で、すごい全部その辺の色がおしゃれ、同じ色で光ります。パーチです。でね、マスタングになくてこれにある一つ便利機能が、はい、ヘッドアップディスプレイがついてる。この方はヘッドアップディスプレイ、フロントガラスを見てみて、はい、数字が出てない。あ、0km そうなの、スピードメーターがね、フロントガラスに映るようになってる。見えるかね、運転席からしかね見えるんだけど。 あ、見えるね、若干映ってます ね、 ね、すごい。え、これその走ってると、もちろんもちろんスピードメーターの、めっちゃいいやん。いいじゃん、欲しい。俺初めてこれ見た時、アメ車にこんなものついとるんかと思ってちょっとびっくりしたよ。いいです ね、 ね、普通に走りながら確認できるんだ。そうそう、メーターをね、やっぱスピード高速道路とかね、走っとる時にメーターチラチラ見るよりは、前見よったら目に視界にね、うんうん、スピードメーターも入ってきとるという。これは結構いいじゃろ、いい機能、いいじゃろ、うん、これもね、前期はそのメーターと同じ色の薄青い色で光るけど、うん、後期はねカラーなんや、それが。へえっていう違いもあります。すごーかっこいいよね。かっこいいです。メーターも俺結構好きなんだけどね。うん、かっこいい、見えやすいし。でハンドルが、はい、右のボタンは、はい、これは全部オーディオに関するボタンだね、うん、音量とか。そうそう、でこっちが、なんだろう、オートクルーズの、うんうんうん、アクセル踏まないで進むやつのボタンです。あ、なるほどなるほど。でここにヘッドアップディスプレイの位置調整とか、はい、うん、映り方とかね、スピードメーターにもなるし、回転計にもなるし。そうなんじゃん、うん、切り替えれます。めっちゃいいな。そうなの。でコンパスにもなるけ、うん、方角が出たりとかね。いい、いこれって FD とかにはつかないんですか。社外品の方があるよ、かっこ悪いけど。ボコッとなんかダッシュボードにボコッと置くやつがある。これね、ちゃんとこう彫り込んだ、この中に映っとるのがガラスに映るよ、っていう仕組みです。すごいすごい、よきよきじゃ、うん、かっこいいよね。かっこよきっていう感じですね、カマロの。いいですね。はい、じゃあ後ろの席行ってみる。はい、狭いけど、まあ俺的にはマスタングよりは広いんじゃないかなと思うよね。なんかそんな風に見えるけどな、ね、ちょっとじゃあ行ってみましょう。はい、はい、行ってみよう。はい、後ろです。はい、もう見るからにさっきより楽そうだね。なんだろう、なんか全然違いますね。どう、こっちの方が、うん、座り心地もいいし、うん、広さもゆったりあるような感覚が、ね、圧迫感がないもんね、うん、さっきと同じぐらいの広さで撮っとるんだけど、はい、全然圧迫感がないもんね。ない、さっきだってもう目の前に背もたれあったもんね。そうですね、やっぱカモロの方が広いんだね。うん、なんかあとこの椅子が、うん、こうマスタングってこう丸っこくこうなってる気がするんですよ、お尻の部分が、うんうん、ちょっとへこんでる、うん、これが結構フラットなんでカモロは。あ、そうなの、座りやすい。座りやすいです。まあでもくぼんどる方がね、ホールドされて、あ、走っとる時は、うん、いいんかもわからんけどね、うん、まあでもどっちにしても後ろは人が乗る前提ではないね。そうですね、子供用だね、うん、と応急非常時用、うん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 、みたいな感じだね。そうですね、うん、まあじゃあ狭いんで降りましょうか。はい、はい、降りましょう。はい、見ました。はい、どうでしたか。やっぱり狭いですね、ちょっと後ろはね、はい、前はね快適に座れるよね、うん、まあ、どっちにもね、いい
一長一短あると思うけど、うん、どっちが好き？私はカマロの内装の方が好きだったかな、うん、シンプルな方が。ねえ、俺もなんや、まあ、でも、うん、マスタングのあのライトの色が変えれるっていうのは、あれはね、うん、便利機能よね。めっちゃいいなって思って。いるかいらんかは別として、便かっこいいよね、うん、かっこいい、おしゃれ機能よね、はい、であのなんかスイッチがね、カチカチと飛行機みたいなね、うん、スイッチこう上下するやつ、うん、なんで、まあ、あれはあれでかっこいいよね、うん、かっこよかったです、ね。まあ、ちょっとでも派手さがあるというか、うん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 、アメ車っぽさはあんまりないかな、マスタングは、うん、そうです ね、なんで、まあまあこれを見て、うん、自分ではないかもわからんけど、うんうん、一応比較の対象に、あ、検討のね、はい、材料に使ってもらえればと思います、はい。で、よし、じゃあこっちに決めたってなったら、ジェットシティで買ってください、はい、お問い合わせください。はい、お願いします。はい、じゃあ今日は終わります。はい、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、お願いします。サポーテッドバイジェットシティ。